ステージはスマブラで。ミラーですね。なるほど、かわいい、かわいい組み合わせですが、やってることはなかなか恐ろしい行動になるでしょう。アクア団の技のかぶってる方がアイリさんで、デフォルトが日高さんですね。さあ、効果力神ファイターのミラーなので、まあ恐ろしく速い攻撃になるとは思います。下投げ、おー、なるほど、下投げからつながる、なるほど、よくご存知です。急速選手はアイリさんの土、今日から封じてたのですが、ここは封じ下がヒットして、いない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 、めっちゃ入ってて、まだ生きてるけど、とかさあ、素晴らしいセットプレーから一気に持っていく、アイリチュー掴んで下投げから、それで戻ってくる日高美中、なんとか反撃の一手を出したいところだが、うまい攻撃上がりをジャズがして横丁。さあ、ここからなんとか逆転をしていきたいが、なな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 、いえ、パンクとしたしっかりとアッチャックの地図を拾っていくが、よっしゃ、ただジャックから掴んで前に投げて、カード中でしたか、大丈夫、それで引っ掛けます。掴んで上投げから、ほら回避を見てニュートラル、大本領、これは飛ぶ。さあ、やはり機中はタイミングの分かりやすい直線攻撃、直線復帰なので、横丁は刺さりやすそうですね。自分の武器に自分がやられる、これがミラーですね。さあ、じ、一本選手は相手さんのピッチュ、ステージを、リンクなしのポケモンスタジアム2に移動して、さあ、いきましょう。ステージはポケスタ2。さあ、初手でいきなりお互いから戦いたいから降りて電撃を巻き合っていく。さあ、下投げから、ここは火力を取っていくのは日高口、空中昇華で起こりを横さして狙っていくが、ここは DA が使っちゃって強い、空中前から掴んで1つ目カーミナリ狙っていく、もう一回掴んで後ろに投げて、まあ、ここは左右に打っていくが、さあ、ぴょんぴょんしてるが、空中にトラブル、あっと、これは大丈夫、大丈夫だけどちょっと怖い、掴んで下投げからカーミナリ、これレッグ変してもなかなか確定体から逃げ出すのは難しそうですね。でしょ、最初のナッチヒットしているか、デコサッシュがヒットする、時速の長い技をぶつければいいんだと、すぐに取り返していくか、下投げから空中上、空中後ろ、さあ、一気に入り中拾って拾ってダメージ稼いで、後ろに投げて、横スマッシュ、これは攻撃上がりで何度も流れていく、電撃から下手上手を控え火を見ていたか、ここは火を、さあ、谷を鳴らしていったが、その後のアフターフォローも壁切り、さあ、うまい、ジャスガから横火を立ち込みたけど、今度はアイリさんが返していく、
ったよ、こそ足、これが引っかかる。マジでガチ側は、ピチ側は、どっちもピチだけど、ガチに、ガチを背負ってる側は、本当にきつそうですね。内前、これの復帰どうする？横澤氏、これは上から復帰していくが、死ななきゃいいというところで、後付けを晒している。さあ、今度は、台に復帰して、ほぼ後付けのない状況。前撃と一緒に戻ってきて、ぴょん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 と、空中に取られる。合わせていこうとするが、設定には横強度。集中した。ほら、お互いに、ああ、雷が出る。さあ、何から空中しろ。さあ、ゼロパワーどうですか。実測同士にはなっているんですが、怖い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 。マシマシ狙っていく。上から復帰して。ほら、ニュートラルから、どうするどうする。横スマッシュはしっかり上から復帰してくるが、あっと、こっち後ろ引っかかって、撃墜。勝ったのは、アイスさんのピッチ。準備は制していく。